11月1日、ロシア軍の S300 や S400 防空システムで使用される貴重なレーダー車両、ポドリオットレーダーがウクライナ軍によって破壊されていることが今回判明した。攻撃が行われたのは10月23日ということであり、1週間ほど経ってウクライナ軍が大きな戦果を上げたということになるだろう。ウクライナ軍のドローンは、すでにロシア軍の防空網を突破できるようになっているようだ。ほうほう、ドローンによる攻撃なの？これはすごい。レーダー車両があるってことは近くに防空兵器もあったはずですけど、ロシア軍の防空システムはドローンを迎撃することができなかったようね。うむ。ここ最近はエイタクムスやストームシャドウの話をあまり聞かないが、これは供与された軍のミサイルを使い切ってしまったことが大きな要因だと思われる。今も多少は撃っているようだが、その発射数はかなり抑えられている様子で、残念ながらこれまでのように発射し続けることは不可能だ。ところがここで登場してきたのがドローン。ウクライナは自国でドローンの開発を進め、その能力は世界トップクラスになってきていることを、様々な軍事メディアが述べていたが、ここに来てウクライナ軍のドローンはただおとりとして使ったり、後方の敵陣地を突破するだけではなく、前線に展開している防空兵器を破壊する映像が次々と公開されているぜ。おおお、西側諸国のミサイルの攻撃制限があって運用がいまいちな中、ウクライナ軍のドローンがさらなる技術的飛躍を果たしていると言えそうね。うむ。現在ウクライナ軍はさらに高性能なドローン、巡航ミサイルと弾道ミサイルの開発に着手し、2025年半ばには正式に生産体制に入れることをすでに報じている。この2025年半ばまでどれだけ耐えられるのかなかなか判断は難しいところだ。ロシア軍の防空システムの能力には限界があり、すでにウクライナ軍は十分なドローンとミサイルがあれば、ロシア軍防空網を破壊して前線で航空優勢を取るための準備ができつつある。ただし、供与が進められている F-16 のパイロットの訓練にはまだまだ時間がかかりそうなのと、兵士不足が深刻なウクライナ軍は今のところ戦線を押し返すほどの余力がなく、戦いは自利品に向かっている。果たしてウクライナ軍はこの兵器の優勢を勝利につなげることができるのだろうか。ということで今回は、ロシア軍、防空能力がゼロにドローンで防空兵器をボコボコにされ、1週間で7両失うと題し、ウクライナ軍の苦戦が伝えられる中で被害が増え続けているロシア軍の防空兵器と、これまでの攻撃方法からの変化、さらにこの戦果が将来的にどのように戦争への勝利に結びついていくのかについて、簡単に掘り下げていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等あれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。11月3日現在、ウクライナ軍は前線戦でロシア軍に占領地を広げられており、この戦いが厳しい状況に陥っていることはもはや疑いようのない事実だ。ウクライナ軍のシルスキー総司令官は11月2日、2022年のロシアの侵攻以降、ここ数週間でロシア軍は最も強力な攻撃を行っていると SNS 上でコメント。ウクライナ東部を中心に、占領地が拡大しているような印象だぜ。この、最も強力な攻撃、ってのはロシア軍が本気を出して強くなったわけではなく、ロシア軍もかなり消耗して戦力が枯渇しつつあるものの、戦力の枯渇という点ではウクライナ軍の方が問題が深刻であるってところがポイントね。で、これまで以上に戦力バランスが崩れていると。うむ。この点について最大のポイントは兵士の数になるんだが、この話はまた改めて言及しようと思うぜ。さて、このようなロシア軍の前進にもかかわらず、実は上空の戦いではまた少し様子が変わってきているぜ。それを証明するものがこちらの写真。こちらはロシア軍の防空システム S300、S400 で使用されるレーダー車両の一つ、ポドリオットレーダーなんて呼ばれる貴重なレーダー車両の一つなんだが、見てわかるように原型は残っているもののウクライナ軍の攻撃を受けたことで破壊されたようだ。破壊されたのは10月23日とのことなんだが、この写真自体は10月31日の写真と思われており、どうもロシア軍はこの車両を回収することなく、破棄することにしたようだな。結構原型残っていそうだけど、まあ派手にやられている感じは確実ですしね。修理も不可能と判断したか。この貴重なレーダー車両が破壊された場所はここ。クリミア半島のタルカンクート岬だ。ここは以前、S400 の発射機が配置されており、それをウクライナ軍のミサイルが撃破したことで、大きな話題となっていたが、今回はウクライナ軍、どうもオデーサ州方面からドローンを飛ばして黒海を渡らせ、
そのままタルカンクート岬のこのレーダー車両に突撃、破壊することに成功したという話だぜ。ミサイルの攻撃にしては結構原型が残っている感じですもんね。こんな貴重なレーダー車両でしょうに、ドローンでも撃破できるんやな。そう。今回のポイントはそこだぜ。これまでウクライナ軍はエイタクムスやストームシャドウなど、西側諸国から供与されたミサイルを使用することでこれらの貴重な兵器を破壊することができていた。S400 や S300 は本来これらのミサイルを迎撃しなければならないはずだったが、ミサイルの速度が速かったりドローンによる砲は攻撃と重ねたりといろいろな問題があり、ロシア軍の防空兵器は次々と破壊されていたわけだぜ。ただし、ウクライナ軍のドローンによるレーダー車両の破壊というのはこれまで見なかった事例だ。ドローンは単純に速度も遅いですから、防空システムに迎撃されやすいのよね。なぜ撃破されてしまったのかは今のところもちろん不明だが、考えられる理由は主に二つ。ロシア軍はこれまでのような防空網をすでに展開できなくなっており、ウクライナ軍のドローンの襲来に対応することができなかったということ。あるいはウクライナ軍のドローンはこれまでロシア軍の防空システムが撃墜したものと比べ、速度や対電子戦能力という点で非常に高性能になっており、撃墜が難しいものになってきているという可能性だぜ。つい最近もウクライナ軍、アメリカから供与されたまた新しいドローンの存在を公開してましたもんね。ロシアの電子妨害に対抗することができるドローンだとかなんとか。うむ。実際こういった他国から供与されたドローンだけではなく、ウクライナでは何種類ものドローンが誕生してこの戦争で活用されている。これはドローンの需要が高まったことでウクライナ国内でベンチャー企業のような形で、ドローン企業が次々と誕生していることも大きな理由の一つだろう。ウクライナのドローン産業は大きな発展を遂げ、ロシア軍の旧世代の防空システムへの攻撃に大いに役立っているというわけだ。ちなみに先ほども言ったと思うが、ポドリオットレーダーの車両を撃破したドローンが何なのかはよくわかっていないぜ。ここからは、その他の防空システムの存在についても触れていこうかと思うぜ。今回のドローンによるレーダー車両の攻撃成功に続き、実はクリミア半島だけではなく、東部戦線でもこれまでとは異なるウクライナ軍の優勢が確認されているぜ。その一端を証明しているのがこちらだ。これはロシア軍の防空兵器の一つ、ブーク M3 が破壊される時の様子なんだが、実はここ1ヶ月くらいでロシア軍のこの手の防空システム、ブーク M2 やブーク M3 などが、次々と破壊されている映像が公開されているんだよな。ほうほう、ブークといえば、敵のヘリや航空機、あるいはミサイルも撃墜することを想定した、ロシア軍の有名な短距離防空システムの一つですよね。ここ最近で撃破数が多くなったというのは、何か問題が発生しているのかしら。実はこのブークの破壊数増加とともに活躍が取り上げられたのが、さっきも少し話題に出ていたこちら。電子妨害対策用のアメリカのドローンだぜ。名前は VBAT なんて呼ばれているようだな。8月以降、ウクライナの戦場を飛び回っているようだ。おーおー、なるほど。新兵器を投入して既存のドローンへの電子妨害攻撃が通らなくなったから、ドローンの攻撃をブークが防ぎきれなくなったというわけね。ドローンだけではなく、ハイマースの活躍にも大きく影響しているようだな。ロシア軍の電子妨害はハイマースやその他の GPS 誘導弾にも強力に干渉しているため、これまでは軌道を逸れてうまく命中しないことが多くなってしまった。ところがこの新兵器、VBAT が上空を飛び交う環境ではロシア軍の電子妨害が機能せず、ウクライナ軍のドローンやハイマースで放つ GPS 誘導弾がしっかりとその機能を果たし、そして攻撃に成功しているということだな。ちなみにこの話を踏まえれば、ウクライナ軍はブークだけではないいくつかの高価値目標を狙えるはず。でもブークを破壊しているということは、ウクライナ軍にとってブークが優先的な攻撃目標だ。ってことなんだろうな。まあなんとなく理由は察せるわね。ウクライナ、今は新型ドローンどころか、巡航ミサイルに弾道ミサイルとか、様々なミサイルを開発して将来的な攻撃のために準備を進めている感じですから、防空システムを今のうちに破壊しておきたい。ってことなのよね。うむ。ちなみにもう一つ重要なのが、西側諸国による制裁の影響だ。ソ連時代に大量に開発された戦車や装甲車などと異なり、防空兵器やレーダー車両というのはより高度な電子機器を必要としている場合がほとんどで、実はこれらの車両は今のロシアではすでに修理を行うのが難しくなっている。ロシア兵器にもいくつもの西側諸国の部品やらパーツが使われているが、これら重要な電子機器をロシアはすでに輸入できなくなっているからな。中国や中央アジアなどの回避経路があるからとはいえ、その影響は甚大だ。なるほどなるほど、修理が難しい兵器からこそ、破壊した時のメリットが大きいって話でもあると。うむ。この点についてはウクライナ軍の前線が押されていることとは異なり、
開戦以来、ウクライナ軍は着実にロシアの防空網を破壊することができていると言えるだろう。その威力を痛感しているからこそ、ウクライナは今ミサイル開発に全力を尽くしているのだろうしな。ウクライナ軍の兵士不足問題は解決すべき重要な問題の一つであり、ここを食い止めない限りはロシアから占領地を奪還することはできないけれども、だからといって現在のウクライナ軍があらゆる点においてロシア軍に遅れを取っているわけではなく、ロシア軍の危機が迫っていることも、頭に入れておくべきだとは思うぜ。F-16 戦闘機のパイロットの準備が間に合っておらず、将来的な航空作戦の展開は遅れてしまう。2025年末どころか、2026年以降になってしまうって話。ウクライナ国産の巡航ミサイルや弾道ミサイル生産も2025年半ばから本格化するって話を踏まえると、それまでにロシア軍の防空システムを破壊してミサイルと戦闘機での反撃を展開できたとして、新たな反撃作戦は2025年末以降になるのは確実そうなんですよね。だからウクライナ軍としては、その2025年までに、前線をなるべく抑えるための兵士を確保しておかなければならない。って感じかしら。ひとまずは占領地を奪還するってこと以上に、今のロシア軍の攻勢を抑えきれるだけの兵士が欲しいところよね。うむ。果たしてウクライナ軍の防衛線は崩壊することなく、この窮地を乗り切れるのか。ここからは、ウクライナ側の最大の問題、兵士不足の解決策についても触れていくぜ。これまで伝えてきた通り、ロシア軍の防空網はこれ以上強固に展開することができなくなっており、この防空網を破ることに、ウクライナ軍の勝機があることは確実だ。だが、ウクライナがその勝機をつかむには少なくとも1年以上の時間がかかることも確実だぜ。2025年末くらいまでは耐えるしかないからですね。なのでこの1年、ウクライナ軍がどれだけ損害を減らして前線を抑えられるかが重要だ。この点についてはつい最近、ニューヨークタイムズ氏が今のウクライナ軍の問題は兵器不足ではなく、兵士不足に陥っていることにあるという記事を公開していたことが興味深いぜ。今のままでは、あと6ヶ月から12ヶ月程度で前線が崩壊する可能性もあるだろう、なんて話もあったのよね。うむ。戦争勝利計画への西側諸国の微妙な反応、アメリカからの動員要請、そして前線などの状況を踏まえ、ウクライナは新たな動員計画に動き出しているようだ。つい最近、ウクライナでは追加で16万人の動員が決定したところではあるものの、実はこの人数、まだ増やす可能性がありそうだ。ウクライナ副大統領やウクライナ防衛委員会のトップなど政府高官たちは、現在の状況を考慮すると、50万人の動員が必要になるかもしれないと、メディアのインタビューに答えているぜ。50万人、それはまたすごい人数だことで、耐えきれるのかしら？いや、実際のところこの発言はここからさらに50万人必要という話ではなく、結局50万人必要だったのでは？と、これまでの政府の方針に疑問を投げかけたという意味合いだろう。もともと2023年10月時点で、ウクライナ軍の元総司令官ザルジニー氏は50万人の動員が必要だと、兵士を大量に動員する必要があることについて言及していたぜ。ところがゼレンスキー大統領をはじめウクライナ政権はこの大量動員には否定的で、2024年頭に結局、20万人ほどに留めるという方針を発表してシルスキー氏を新総司令官に任命した。しかし、結局なるべく大量動員に踏み切らなかったことが今の劣勢の大きな要因になっているのであれば、かつてザルジニー総司令官が語った通り、50万人の動員が必要だったのでは？という意味合いだぜ。厳しい現実やで、動員を抑える戦い方でなんとかしようと思っていたら、結局兵士がいないとどうにもならないとはな。ただ、じゃあゼレンスキー政権が50万人を動員の動員を決定しなかったことが問題である、なんて話かというと、なかなかそう断定できないのも難しい。なぜならウクライナ社会からまだ反発があるからだ。2024年10月時点でもすでにウクライナの産業界からは動員に関する多少の反発があり、未だ不正な手段で動員を逃れようとする人々の数も多いのだという。11月時点でゼレンスキー大統領は、正確な動員対象者の再検査を行うように緊急に命じている状態だぜ。この背景には、人手を一気に引き抜かれることで企業の売り上げに影響することもあり、企業側が嫌う場合もあるようだな。まあ、国家の危機ですからねえというしかない状況でもあるしねえ。16万人の追加動員が発表されたものの、まだウクライナ社会全体が大量動員に適応できている様子ではないぜ。しかも、大量動員するなら彼らに訓練を行ったり装備を提供する必要もあり、
これには莫大なお金がかかる。これらの資金の部分は西側諸国の支援に正直期待したいところであり、ゼレンスキー政権はここから大量動員を行った後の早急な兵士の手配や装備の獲得のために、西側諸国からの支援を引き出さなければならないだろう。ウクライナ国内の政権への批判を避けつつ、かつ西側諸国にはもっと兵器を出してくれ、とな。やることいっぱいあってほんま大変やで。だが、最大の問題は兵士不足だ。ここが最大の難所であることは間違いなく、逆にここを乗り越えれば十分に勝ち筋が見えてくる。十分な訓練を受けた兵士と装備があれば、今のロシア軍の戦い方で前線を一気に突破するなんてことは不可能だからな。一年は耐え、そこから航空作戦とミサイルを中心とする反撃作戦を狙うことになるだろう。この戦争の行く末を決定づける動きは、おそらくこの後のウクライナ国内の動員の流れに大きく影響されることになるだろう。ロシアでもなければ、当然北朝鮮でもない。ウクライナ国内の政治動向に要注目だな。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。